みんなでバっって盛り上がったのは僕のタイミングだとジョーカー全国の知らない人とその家で通信で対戦できるっていうあれがすごい画期的ですごくみんなで「盛りり上ががってた記憶がありますねドラゴンクエストモンスターズ+」プラスっていう漫画があってすごくそれがモンスターズの世界観を広げてくれるような設定とかがすごい良くて。 で今でもたまに「いやモンスターズ」っていい漫画あったよなっていうのをずっとなんかお酒飲みながらいまだに語り合ったりするんですけど「ピサロとロザリー」とかの話結構すごい好きで「ドラクエのイフストーリー」みたいなやつをまとめた本それを集めたりしてロザリーとピサロのもしもこういう話があったらとかっていう話を見てずっと子どもの時いろいろと考えたりしてたのでいやそれが大人になったら今触れられるのはすごい嬉しいですし。 いやーやっぱさすがナンバリングというだけあって仕掛けてきましたね。